と待ってよ、ナルト。早くしねえとガーラが。ナルト、止まれ。どうやらお客さんのようだ。こいつはうちがイタチ。うちがイタチ。じゃあこいつがサスケくんの。久しぶりですね、カカシさん、ナルトくん。この野郎、俺だけじゃなくガーラまで、お前ら俺がぶっ潰してやる。威勢はいい、だがそううまくいかない。影分身なんて術のスピードなの、全然わからなかった。カカシよ、お前とナルトは本体を狙い。後ろの影分身体はわしとサクラが引きつけておく。その隙に二人で本体を叩くのじゃ。しかし大丈夫です、私やれます。わかった、だが無理はするな。うちがイタチ、サスケ君をずっと苦しめ、ナルトを狙う最悪の敵。今度は私が二人を守る、そう決めたから。ここで負けるわけにはいかない。戦闘開始。なんとか倒せたみたいね。さすがは内派一族を滅ぼした男よ。影分身体でここまでやるとはの。あとは本体だけ。
ナルト。潰してやる。ナルト、ちょい待ち。何も考えずに突っ込んでも奴には勝てない。カカシ先生、でも俺は。そう焦るな。俺が奴との戦い方を見せてやる。カカシさんですか。ま、あの時は油断しちゃったけどね。俺もそうダサくはないよ。開始。この目からは逃れられない。戦いの手本を見せて。当たったらアイテム入手。これで最後だ。コピーした忍術を見せてやるよ。カトン大突破。水流弾の術。高火球の術。まあこんなもんか。さすがカカシさんだ。たった一度の手合わせでよく私の動きを研究している。安心するのはまだ早いな、イタチ。あの時と違うのは俺だけじゃない。ナルトもだ。もらった。開始。
来たってばよ。影分身の術どれ。成長している。しかしこれは螺旋丸。カカシ先生、さっきのってどうやら奴は俺たちの足止め役だったみたいだな。奴ら何を考えておる。くそ、お前はなぜタサトのガーラをそこまで助けようとする。あいつは、ガーラは、俺と全部同じだった。そして俺よりも一人ぼっちで、ずっと戦ってたんだ。暁に狙われてた。今度も俺と同じだ。それなのにいつもなんであいつばかり、そんな役割になっちまうあいつばっかりが。だからどうしたってちんたらしてらんねえだろ。今度こそさっさと助けてんだ。カカシ先生、お前の気持ちはちゃんとみんなに伝わってるよ。え？お前のようなやつを見るのは初めてじゃ。じゃが嫌いではないぞ。ばあちゃん、さ、行くわよ、ナルト。ガーラ君を早く助けてあげるんでしょ。待ってろよガーラ、絶対助け出してやるからな。そしてよっしゃみんな気合い入れていくってばよ。Thank you.
思いのほか強くてな、人治有力ってのは。でもこれでオイラのノルマ達成ってわけだな。それより俺たちをちょろちょろつけ回していた虫どもはどうした？彼らの足止めは私たちがやっておきましたよ。イタチと貴様か。だがあまり悠長に構える時間はない。じきに奴らも到着する。それじゃあそろそろやるか。